久保さん、0時始まりましたね。あの、最後のカップラーメンの下り、焼きそばの下り、良かったんじゃないですか。まあ、あの、見てしまいましたね。<laughs> これ見てしまった理由っていうのが、やっぱりその、カップ麺を、カップ麺の焼きそばを食べる、食べている何かに何かがあるんじゃないかっていう、思わせてる久保哲郎トークですよね。 だからこれね、情報発信のポイント。だから、久保さんのちょっと魔法のテクニックを使うと、これには意味がないけれども、あなたにはどういう意味付けができるっていうか、もしくは、あの、なんだろうな。例えば、うん、うん、なんだ。あ、ちょっと今、ライターないな。これジップ、僕タバコ吸うんですけど、このジップオイル今から入れますと。オイルを。で、別にもう入れるだけですと。何の意味もないです。 ただこの何の意味もない行動にどんな意味をもたらすのか。それはあなた次第です。みたいに言われたら、なんか意味あんのかなみたいなね。<laughs> これ結構ね、情報マジックですね。意味がないものを意味を持たせて受け取ってもらうための前説ってやつですね。だから僕はコピーライティングとかも勉強して、コピーはコピーを読ます。コピーとは何ぞやと。 コピーっていうのはコピーを読ますためのコピーだよっていう。だから新聞とかもちっちゃい文字じゃないですか。じゃあそのちっちゃい文字を読ますためにコピーがあるわけですよ。っていう話で何かを聞いてもらいたいんだったらこの埋設があるとこれがより引き立つってことですよね。だからただ単純にあの、いきなり冒頭からね何も喋らずにね、いきなりた食べてるだけ。よりかは埋設があった方が何なんだろうって受け取り方が変わるんですよ。 でも、やってるこれ面白くて、何かを食べてる現象は変わってないんですけど、受け取る相手が変わるんですよ。それをちょっと言うだけで。これね、マジックですね。マジックなんですよ。<laughs> だもちろん食べてるだけっていう動画もあるんですよ。食べてるだけっていう動画もあるんですけど、そこにエッセンス、スパイスですね。情報の価値の付け方。で、価値の付け方って実は、受け取り方を変えるんですよ。これちょっと深いな。 これちょっと初めて言ったかもしれないですね。まあ、久保さんからちょっと出たんで。あの、価値って、価値の受け取り方を変化させる。で、これを、ま、僕、僕がよく言ってるのが、気づかせてあげるっていうことなんですけど、じゃこの気づきっていうのは何、具体的に言うと、価値の変動、やってることには変わらない。だから焼きそばを食べてるということには現象としては変わらないんだけど、受け取る相手の受け取り方によって、その情報の価値が変わっていく。 見方が変わっていくいうことですね。これはね、ちょっとね、上級っすね、こうさ <laughs> レイジーしょっぱなからちょっと上級っすね。<laughs> レイジー。これが使えるようになると、なんでもいけますね。てか、まあまあ、ちょっとまあまあ、ちょっとしたエッセンス入れればいいんですよ。だから、例えばこれ、今から目薬するんですけど、この目薬は、えー、まあ普通の、なんかどっかで、まあ、薬局で買える目薬なんですけど、なんで今から僕が目薬するのか。 この目薬をする行動に対してあなたはどんな意味付けをするのか。それはあなた次第です。ただ、今から僕は目薬するだけです。あなたはどんな意味付けしますかと。でも見ても意味ないぞ。でも見ても意味ないぞ。僕目薬するだけですから。みたいに言われたら <laughs>、どんな意味なんだろうみたいなね <laughs>。これテクニックですね、うん。これは上級テクニックなんですけど。 まあだから、まあ深くね、深くこう、あの、いろいろと勉強したりとかいろいろやっていくと、まあそういうのも分かっていくんじゃないかなと。今は。だから例えばでしょ、この、これをもっと言うと、松下幸之助さんの言葉だよね。傘が降ったら、あ、雨が <laughs>、雨が降ったら傘をさす。雨が降ったら傘をさすっていう言葉があるんですよ。これ、やばないですか これ普通に聞いたら、それがどうしたんですかって話じゃないですか。まず、誰がって話なんですよ。で、これ誰がって、こ,こうすごく面白いのが、あの、経営の神、経営の神、松下幸之助が言ったと。雨が降ったら傘をさす。このシンプルな行動に成功の意味が、成功する意味が隠されてるんです。みたいな感じで、今、解いてるんですけど、松下幸之助がそれを言ったと。そこに、 何,何,何か意味あるんじゃないかなっていう受け取り方ができるんですよ。こう誰がっていう松下幸之介さんが言ったと。じゃあこれホームレスの方が雨降ったら傘差せばいいじゃんって言ったとしても、そこに意味付けをみんなできないんですよ。ホームレスの人が何か言ってるぞみたいな話で。でも松下幸之介系の神が言うと何か意味あるんじゃないかなっていう言ってることは変わらないんだけども、その受け取り方が変わるとてことですね。 <laughs> これはね、ちょっと次元高いですね、今回。まあいいや。まあそんな感じで、その、な、何でもいいんですよ。何でもいいんですけど、まあ今の話を汲み取っていただいて、使うか使わないかはあなた次第ですね。うん。現象はか、現象は変えない。普通のゲン、まあ、その、やってることは変わらない。まあ焼きそば食ってる。カップラーメン食ってる。何やってるまあわなでもいいんですけど。 でこのホンダケスケさんが言ってたんですけど、う最後まとめましょう。昨日の夜ですね、僕動画がアップロード全然できなくて、もうちょっとやってたんですよ。で、時間もったいないんで、ちょっと音声学習してたんですけど、ホンダケスケさんが、その、生きる意味ってなんだみたいな。で、ホンダケスケさんがね、あのホンダケスケが、ね、あのー、めっちゃ考えたらしいんですよ。生きるってそもそもなんやろみたいな。で、めっちゃ考えた結果、ホンダケスケさんが出した答えが、 生きる意味ってねえなと。<laughs> 生きる意味ってあんまないんじゃねえかなということに気づいたらしいんですね。で、じゃあ何なのかと。生きるってことは。で、で、そこでまあいろいろ話はあるんですけど、人間っていうのは、あの、他の動物に比べて意味付けができると。だからどんな意味付けをするのか、この意味付けが実は最も大事なんだよ。それが人間なんだよ。人間しかできないことだよと。 だ,だとだから意味がないものに対してどういう意味付けをするのかっていうのが生きる意味なんだと。<laughs> うまいな、そう <laughs> ね。わ <laughs> かりますだからこれもやっぱね、本田圭介さんもやっぱ、あのー、ぶち抜いてるわけじゃないですか。あのー、結果がね。やっぱ結果出してる人の考え方、やっぱいろいろ考えてることですよね。やっぱ違うなと思いましたね。 だから僕も、僕もなんでその話聞いてしまったかっていうと、生きてる意味って本当にないと思うんですよ。だからそこに共感して聞いちゃったんですけど。もう本当、いや、僕も生きてる意味ないなっていう。<laughs> 生きてる意味ってあります運命ってあると思います僕何もないと思います。何もないです。<laughs> ただ生まれただけです。 お父様とお母様がね、その行為をしてただ生まれたという、ただそれだけです。で、そこに神様がどうのこうのっていう意味付けができるのが人間だけなんですよ。ね、豚さんとかね、牛さんはね、あ神様が僕、あの人間に食われろって言って僕を産んでくれたんだっていう理由付け的な意味付けできないですから。だけどなんで神様は人間に食われるために僕をここ,こに宿したんだって考えられないですから、多分、牛さんがね。人間だけなんですよ。 その意味付けを考えられるのは。だからつまり人生とは人生をよりよく生きるためには人生に対してあなたがどんな意味付けをするかなんですよね。う,ん、もう今日ちょっとふっレイジやばいですね。こっちっ有料級なんじゃないですかね、こ保さ <laughs> まあいいや。い <laughs> ってらっしゃい。